どうも万年です。ちょっと久しぶりだぜ。はい、今日は写真のパーツを使っていくよ。あれ？このクーラーはもう使ってないか？すでに CPU クーラーとして使ってるものだね。同じクーラーなんてどうするんだ？今回はクーラー兼 G12 を使って GPU を簡易水冷化するよ。お、ついにやるのか？パーツは買ってたんだよ。いきなり GPU バラすのは怖いからな。新 PC にもこなれてきたしね。ちなみに今回簡易水冷化する GPU は、キャラクロゲーミング、GG、RTX2080SP、E8GBDF。GPU の詳細は PC 組み立て編を、見てね。そうそう、なんと今 NGXJ Japan さんが、クーラー兼 G12 のプレゼント企画やってるよ。おお、太っ腹。詳細は NGXJ Japan さんを、Twitter でフォローしてチェックしてね。4月1日までだから急ぐんだぜ。じゃあ、GPU を簡易水冷化していこうか。とりあえず GPU を外すよ。このどでかいファンともお別れか。外しても使い道ないんだよね。もったいないんだぜ。エアダスターでホコリを取っておくよ。半年で随分ホコリが溜まるんだな。クラーケン G12 を開封していくよ。こいつがマウンタだな。これを GPU につけて、ベッドで簡易水冷をつける仕組みだね。便利なマウンタだな。さて、ようやく開封。まずは説明書。これ読まないとつけられないな。複雑なのでちゃんと読もうね。ファンとかブラケットが入ってるな。ファンはチップセット用だね。ブラケットは GPU 本体につけるよ。これが本体のマウンタだな。今回はホワイトを選んだけど、ブラックもあるよ。ファンを外していくよ。まずはネジを外していくぜ。バックプレートの大きなネジが、ファンのネジだね。バックプレートはこの後取るぜ。これで取れるかな？少しくっついてるな。熱伝導シートでくっついてるね。力を入れないと取れないな。お、取れたね。ファンの電源を取るぜ。熱伝導シートも取っておくよ。台のグリスを拭いていこう。新しく塗り直した方がいいからな。台周辺のグリスが取りにくい。小さな突起に詰まってるな。布が引っかかって取れない。取れる分だけ取るしかないな。チップに放熱板を貼るよ。秋月電子で買ったな確か。ちなみに両面テープの接着が弱くて、台周辺のチップは熱伝導シートにしたね。この後の作業中に悲惨なことになったな。チップセット用の良い両面シートがあったら教えてください。これがブランケットだね。 NVIDIA と AMD のタイプがあるよ。 A が AMD、 M が NVIDIA だな。そのまんまだね。今回は A を使うぜ。台周りのネジを取るよ。ここの穴の裏からブランケットを固定するぜ。次はバックプレートのネジを取るよ。これで取れるんだぜ。ネジ取りはこれで最後だね。取れた。これが GPU の裏面か。すごい回路だな。ブランケットをつけていくよ。 A のブランケットだな。今回 RTX2080 スーパーなので、てっきり NVIDIA の N だと思ったけど、なぜか合う穴が A の方だったんだよね。ちょっと変だけど合う方を使うぜ。放熱板が落ちた。両面テープの接着が本当に弱かった。こんな感じで裏面から止める感じだね。作業中にボロボロ放熱板が取れてるな。本当にどうしようもなかったよ。他の人はどうやってつけてるんだろうな。ブランケットがついたよ。ひとまず形になったな。裏はこんな感じ。あ、うぷ主も思わず、もう、と言ってます。外したバックプレートなんだけど、もうつけられないみたいだね。ネジとか工夫すれば有用できそうだけどな。別の動画投稿者さんは、有用してたよね。今回は見送るぜ。さてクーラーに取り掛かるよ。例のごとくガビガビのグリスを、拭くぜ。安定のキムワイプ。マウンタに水冷ヘッドをつけるよ。水冷ヘッド側のプレートは外してるぜ。位置を合わせて押し込むだけ。簡単だな。さてグリスを塗っていくよ。今回使うのは SMZ-01R。PC 組むときは02を使ったね。C
詳細はそっちを見てほしいんだぜ。ざっくりだけどパフォーマンスの 01R 対90種の 02S だね。台が大きいからグリスをたくさん使うな。塗り終わったよ。ブランケットに合わせてマウンターをつけていくぜ。ネジ穴の位置を合わせたらあとはネジをつけるだけだね。本締めしていくぜ。ヘッドのケーブルが少し邪魔だったよ。ベリ、位置決めをしているよ。今回は買ったのはケース上分にクラーケン X72 でギリギリだったので、少し小さめのタイプの方がいいかもだぜ。この後の作業でわかるけど、どうしてもネジが一つ締まらなかったよ。ファンをつけていくよ。ちなみにこれ付け方が本来の付け方ではないんだよな。本来ならこんな感じか、こんな感じで付けるんだけど、 CPU ファン側のラジエーターに干渉しちゃってね。 CPU 側をファンサンドイッチにしてて、それで干渉しちゃってるな。スペースが少なくて少し心配だけど、結果的には使えてるのでこれでいくよ。これでネジ止め完了だな。というわけで装着完了。配線はあっさりカットだな。見ててもつまらないからね。しかしマウンタがいい感じだな。 NGXT のケースとバッチリ合うよね。そりゃ自社内製品だから合うだろうな。そうそう、 NGXT から新しいクーラーが発売されててね。ほう、クラーケン Z63 と Z73 って言うんだけど、今度のはヘッドが液晶でね。めちゃくちゃかっこいいじゃないか。次自作 PC 作るときはクラーケン Z63、Z73 使いたいね。新しいケースと合わせてな。 H710 ってやつだね。 GPU を簡易水冷化したが、実際のところどうなんだ。グラボを使う FF 電池を簡易水冷化前後で行って温度を比較したよ。まず電池前の通常状態で10度、ベンチマークのピーク時で23度、ベンチマーク後で25度の差があったよ。すごいな、最大で25度も低くなった。正直ここまで差が出るとは思わなかった。ここまで差が出るなら全然やる価値があるな。ベンチのスコアには差が出なかったけど、負荷をかけ続ける時間が長い場合はこの温度の差はでかいね。ただ故障がなくなるから注意な。そこは自己責任だからね。なんとか GPU を簡易水冷化できたね。やる前は少し心配だったな。みんなも興味あればぜひやってみてね。高評価チャンネル登録よろしくだぜ。それではご視聴ありがとうございました。